見守っています。ああ、お腹減ったな。はい、山口君、おにぎり。うわ、橋本、ありがとう。山口君を。見守っています。やべべ、教科書忘れてきちゃった。はい、山口君、教科書、ノート、鉛筆、消しゴム。あ、ありがとう、橋本。明治産業の二十四時間ガスセキュリティシステムは。ガスの状態を集中監視センターで二十四時間三百六十五日見守ります。万が一の事態でも、ガスを止めて事故を防いでくれます。 どうしよう、傘持ってきてないや橋本、入るか山口くん暮らしにプラスの価値を、明治産業明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー今週はプログレッシブジャズピアニストでコンポーザーの浦秀明さんをお招きして在学生が語るバークリー音大生の知られざる生活を特集します え、ご出身九州の方で。はい。はい。え、バークリー、今、在学中なんですよね。で、在学中で、まあ、いろんな活動もやってて、まあ、本当にヨーロッパとか、ね、アメリカだけじゃなくて、活躍している浦さんなんですけど、はい。で、実は今日、スペーステラーで、ライブを予定しているということで。なるほど。まあ、外線ライブですよね。本当ですね。ていうか、まだ在学中なのに。そう。へぇなんだ。ぜひ、あの、これからのインタビュー聞いていただいて、興味持たれた方は、うん。 今夜スペーステラに、ね、そうですねね来ていただきたいなと思っます。だって私たち今当たり前のようにバークリー音代って言ってますけど、はい、リスナーの方もしかしたらバークリー音代 そうね <laughs> なぜフォーリーなのっていう方が。<laughs> <laughs> っていう可能性ありますからまあ、まあ、で,ですしあの正直言って僕らもあんまり知らないじゃないですか。ゲ、ね、ストさんでバークリー卒の方をお迎えすることはありますけど、うん、でバークリーどんな,こと,な,どんなとこなんですかって聞けないじゃない。バークリーって何なのってね今更聞けないバークリーオンイ <laughs> そ,うなんそうなんですよ。なんで実は僕く君って言っちゃいますけどく、はい、君とは昔からの知り合いでだからここちょっとばかりにいろいろ聞かせてもらっています。すね、はいと、はいうわけで在学生が語るバークリー音大生の知られざる 生活まずは前半をお聞きください。え今回のゲストはピアニストコンポーザーである浦平明さんですよろしくお願いします。よろしくお願いします。で三よさんあの僕昔からの知り合いで。なんですってね。はい。どういうご縁なんですか。あのえだって初めて会ったのがもう10年ぐらい、ま、ですですね。えー、僕が高校1年生の時なのでね<え>。はい。あの福岡の地で。 とあるコンサートホールでお会いしまして、うんうん、な,なんかもうきっかけとかそのどの瞬間とか僕もうごめんなさい忘れちゃったんですけどなんか連絡取るようになってへえ<ー><で>あとそのコンサートの MC だったわけです僕はですねはい MC だったんですなんかジャズの話で、うん、なんかジョージであそうジャズ犬にいたっていうそうですよね、えー、その話を多分チラッとしてしたのかうそうだね<ー>そうですね<ー>であの「ラブ f m にあの例えば「 潮根誠さんとかんゲストに来られた時に、はい、小曽根さんの時はなんか質問を小曽根さんにするパートがあるんで,うで浦君なん,か、ね、なんか聞きたいことあったら代弁するよって言って話聞いたりとか潮<ー>、えー、根さんの時はねスタジオにも来てうんら佐藤さんフッックアップしてるんそんな浦さんがですよ今はですよ、はい、もう世界を股にかけ。はい 活動ししてらっゃる演奏家コンポーザーとして活動してらっしゃるということでこの度福岡で今日ライブということでねつかまえさせていただいて嬉しいですねちょっと浦さんの経歴も含めながら今のこうどういう世界なのかっていうのを今日聞けたらなと思ってだって今バクリに在学中なんですよね実際に在学してます。 出ましたよ。<laughs> 出ました。そうね。うねあのー、日本のジャズ好きの方たちが。必ずピクリと反応する。ええええ、バクリ。<laughs> 今聞いてる中でピクッとしてる人多いんですかね。ねいるよ。多いと思いますよ。怖いな。いや、それこそだって、僕もこの仕事をやってる中で、まあジャズをやられるアーティストをよくゲストにお迎えすることもあるんですけど。はい。 まあバークリー出身の方多いですもんね。はい。うん。これリスナーの方に改めてご説明すると、バークリーってこれ音楽学校なんですかね。そうですね。はい、うん。うん。アメリカにある？はい。アメリカのボストンにあります。ありますと。うん。でこれはまあ先ほどジャズと言いましたように、はい、言ったらこうもともとなんか僕らのイメージはこうジャズが学べる音楽専門学校みたいなイメージがあるんですけど。うん。 あのののさんん実際そのその感じでで入られたんですか僕はそもそもそのバークリーを知ったのが、うん、えっとやっぱり上原ひろ美さん、うん、あの方がいらっしゃってもうそこでバークリー卒業されてて、うん、あと尾曽根誠さんだったりとか、うん、やっぱりすごかったので、うん、でイメージ的にはそのジャズコンポジション メジャー学部があってジャズ作曲家という学部があってそこかなというふうになんとなく僕は2017年の9月の方に入学させてもらってでアメリカってその学部は入った後になんか何セメスターセメスターで楽器のことなんですけど確かね4セメスター目ぐらいまでに決めろみたいなこと言われるんですけどでそれまでに考えてねみたいなことがあってなんか。 一般の教養学科としてなんかハーモニーの授業とかイヤートレーニングの授業だったりとかいろいろ学ばせてもらってで考えて自分に入ろうっていう話だったんですけど。その中でなんか僕が 周りの環境を見てると、うん、あれもしかして僕浮いてるみたいな感じになってきてあれ僕ジャズじゃないみたいなっ <laughs> なってきたんですよな,なので今ジャズ作曲家ではなくてコンポジションか作曲家の方に所属していて、うん、こっちはもうクラシック音楽の方で入っております僕は今へえ<ー> <laughs> あるんですよバークリーもクラシックが <laughs> えっほかえそのもう本当にジャズのイメージしかなくてたくさんあるんですねいろいろこう学ぶそうですねまずそもそもバークリーってなんか提携してる音楽学校がなんか近くにあって母校、うんボ,えー、ボストンコンサバトリーってここもクラシックの学校であともしかしたらこれご存知かもしれないんですけどニューイングランドコンサバトリーっていう大学があってここもまあバークリーと割と提携してるところでここももうクラシックなんですよ、うん、なので ククラシックも結構盛んんでではあるんですよねん先生も本当に素晴らしい先生たちが揃ってるので<ー>まずまあクラシックであとまあもちろんジャズコンポジションうん、うん、であともう一つこれあの上原宏美さんもダブルミジャーって言って、えっと、2つの学部を卒業されてるんですけど、うん、CWP、ね、<laughs> コンテンポラリーライティングテクニック CWP じゃないですねコンテンポラリーライティングプロダクションとかそういう 楽部があって cwp、うん、でそこはですねもう全くジャズじゃなくて例えば CM の音楽に合わせる勉強だったりだとか<ー>どっちかというとあの商業音楽というかそっちの方に合わせるっていう音楽でありでさらになんかプロデュース系のことも学べるっていう,うん,かなんか2つのことを一気にみたいな学部なんですよんそこが今一番熱いというか。うんうん なんかでもやっぱ想像はつきますね、うん、なんか今やっぱりあの業界の中でいろんなこう音楽ジャンルとかその音楽の流れみたいなものを考えていくとやっぱね現実やっぱりミュージシャンとしてやっぱ食べていかなきゃいけないし仕事も含めて考えるとその CWP ですかがやっぱ一番なんかこう 人気があるの,も、うん、あるのは無名なるかなって感じがしますよね。在学期間としては基本何年になるんですかねなんか取り方によって変わるんですけど、うん、基本的に秋学期夏学期春学期というふうにあってもうかなり深いなんかシステムになりますけどす <laughs> あの僕らはまたインターナショナルだから留学生なので。うんうん あのフ,ル単位フル単位でえっと必ず1年間で2回は取らないといけないわけでなので,でもしも2回フル単位で取ってたら1個はお休みできるよっていうシステムなんですよ。なので基本的に秋と春をフルで取って夏はお休みをもらうというような形を取ってる人がいるので,でバークリーも基本的にはそういう生活をなんかまあなんか基本としてしてるので。 普通は4年なんですよね。なんですけど僕は、えー、時間も惜しいしお金もないのでうん、うん、夏もとって<ー>行って大体2年半ぐらいですかね最速で。お休みを取る人たちはお休みの間に何か個人の活動をしたりとかそうですね基本的にまあ日,本、まあ、日本人の方だったら日本に戻ってやっぱライブ活動するとか、うん、そういうことが多いですね。 ええごめんなさいいろいろどんどんあの前後しちゃうんですけど <laughs>、はい、どうやって入学するるのああそれも気になるねまあ先ほども言ったように僕ほぼほぼ調べないで <laughs> バークリーの,その音楽だけの話じゃなくて、ね、僕まずその海外に行くこと自体も2014年そのアメリカにボストンに行くのが初めてだったので海外の空気も知らないし何にもわからないし。で 家もそのバークリって量があるんですけどすんごい高いんですよ。賃料がすんごい高いんですよ。うん、でしかも部屋に同じ部屋に2人詰め込まれるのでプライバシーがなかなかなので僕は嫌だったので、うん、いやもうそんなんだったらまあ アメリカってシェアハウスが普通なんですけど、うん、でも一部屋もらえるわけですよ。うん、僕はもう一人が結構好きなので <laughs> <laughs> あのプライバシーも欲しいのでじゃあ安いところどっか探そうかって言って、うん、Facebook とか<ー>あの辺で探してメッセージ送りまくって、うん、入れてって言ってやって、うん、でその住んだ場所が僕ジャマイカプレインっていうところだったんですけど、うん、僕ねその 初めて入学した時に友達に「どこ住んでんの?」って言われてジャマイカプレインっつったら「お前初っぱなからそんな危ないとこに住んでんの?」みたいなこと言われて「え危ないの?」みたいな話になって <laughs> <で>あちょっとや,やんちゃな人が多い,みたいそうなんです<ー>で僕は確かになんか英語じゃなくてなんかラテン語がめっちゃ聞こえるけどみたいなところであったんですけど,ど外務省の日本の,あのブックのやつ見たらちょっと黄色っぽくなってちょっと危ない感じ <laughs> イエローサインがあるところにいきなり住んで, <laughs>、はいはい、でロックスベリーっていうのが近くにあって <laughs>、うん、そこ赤なんですよ、うん、もう危険<ー>地帯なんですけど、えー、今はねだいぶ落ち着いてはいるんですけど、うん、なので近いので、うん、あ結構やばいところに住んでるな,なるほどな行 <laughs> って気づきましたね,ねえで僕ほら 10, 10年前の頃からその最初にお会いした頃からやっぱりこう 曲を作るっていうこともね、うん、ずっとやってる方なわけですよ。浦さんは。コンポジション。コンポジションね。で、入学してからも、やっぱ、じゃ、その、教えてもらう。とは別にも常に、やっぱ、作ったりもしてたんですか。はい、そうです。うどっちかというと、教えられていることよりも、自分で作って。やっぱ、好きなんだな。そうなんです。でも、僕、やっぱり。 曲調はやっっっぱり変わってて、きたところあ今で言ってやっぱプログレッシブとかってちょっとクラシックと関係なくないみたいなイメージがやっぱりあると思うんですけど、うん、でも意外とプログレとかああいう系の曲ってバッハとかああいう系の、うん、なんか影響がすごく大きくて、うん、だから意外とねなんかクラシックで習った天調のテクニックだったりとかそういうのを使ってやったりするんですよ。うんうん なんかね、そのプログラムもそうですけど、親、あのいわゆるメタルっていうジ。うん、ジャンルって言うとあれですけど、ね。はい、まなんかちょっとクラシック的な雰囲気を感じますもんね。ね。そういうのに。いったんですね。だんだんそうなっていった。って感じ <laughs> そうなんです。ただ、本格的にこのメタルをやるとは思ってなかったので、僕。<laughs> 本当に去年の夏からなので。<ー>の本格的に。やり始めたのは。その。<ー>ね。 今なんかヨーロッパの方にお呼びいただいて、うん、なんか曲聴いたら「いやこれメタルいやプロうん?」みたいなプログレでもメタルだぞこれみたいな感じになって意外と自分に合ってたっていうのがうん、うん、楽しかったですそうほらもう呼ばれていってるんですよ村さんは<う>、ええ、学生なのにもう世界的ミュージシャンだ、うん、ですよ大変なことですよそれともそういう動きっていうのはもう当たり前なんですかね やっっててるる人もいいしう感じですかねそうんか音源をなんかアップしたりとかしてしてますしてます聴いてもらってやっぱりなんか今の時代って SNS 全盛じゃないですかうん、うん、でまあ、まあ、僕みたいなミュージシャンってやっぱり聴いてもらわないと、うん、あのオリジナルをどんどん作って自分で弾くっていうタイプなので聴、うん、いてもらわないと本当にもう。 何のののたためにに作ったのっってていう風になってくるのでうん、うん、やっぱりアピールって大事になってくるので、うん、例えば僕 Facebook だったり Twitter、うん、だったり Instagram だったりを使って、うん、なんかしかもあれってなんかインスタグラムとかってなんか1分しか動画上げれないんですよねなので1分でちょっとかっこいいところをこう決めてトーニングしてパッと上げてとかうん、うん、であと YouTube に上げたりだとかうん、うん、してなんか。 弾いてってやってっっやたら、うん、たまたまそれこそ,その今ヨーロッパでドラマーの方でクリスティナ・リバルチェンコさんっていう女性のドラマーがいらっしゃるんですけど、うん、その方から突然インスタグラムにメッセージが来てなんか「あなたのポスト見たわよすご,いすごいわね」みたいな、うん、だから「ヨーロッパで一緒に弾いてくんない?」って突然言われて,て <laughs> すごいな、ね、<laughs> それが去年の、うん、なんか。 んいつぐらいかな夏前ぐらいに来て、うん、でなんか曲でなんかとんでもない楽譜を送られてきてやっぱ全部変拍子なんですよ <laughs> <laughs> でそれで、えー、と5月ぐらいにモスクワに来てとか、うん、ステックホルムに来てとか、うん、スウェーデンのとか、うん、イギリスのロンドンでみたいなツアーを軽いツアーをちょっとっ込んで行って聞いてきました。うん へえ。軽ツアーで。すごいね。すスいな。ね。インスタグラムに上げた、自分のポストがきっかけで。すごい時代。ですごい、だって、やっぱ止まるんですよ、目に。ね。ね。ちゃんとやってりゃ。ね。ね。だって、見て、あら、この子いいわねってなったわけでしょう。うよく。 だってワークに行く時が初海外ぐらいの感じだったんでしょね<え>あの時インスタグラムも何もしてなかったね<え>入ってから「あやべえみんな SNS やってる」みたいな <laughs> 世界に出てプレイヤーとして活躍してらっしゃると。うん これちょっと今のうちに名前覚えとけよみんなって感じですよねそういうことです,ういうとですおいリスナーと <laughs> 上原ひろみか、えー、浦さか,浦かいやいやいや <laughs> それ多い, <laughs> <laughs> いやでもなんかその憧れが最初あってね実際にそのねその憧れてた方が、えー、いた場所に行って学んで、うん、で今度は自分自身が 世界各国に行ってもうすでにやってるっていうすごいですね早いね早いの2017年にね入ってこれですよまあもちろんやっぱ才能がねまあまあもちろんそう終わりなんでございましょうかねなんかその打ちひしがれたこととかってありましたありますありますいっぱいあります 僕は、うん、音楽的にもはいありますありますもうたくさんですねいやほぼ毎日って言ってもいいぐらいだと思うんですけどへえ<ー>特にファーストセメスターの時はすごい悩んだ時期でしたねうんジャズだと思ったら違ったってさっきどあなるほどねあれの時もなんか自分の曲とかを弾いた時に何かそのスタンダードとかって僕本当にわからないので、はい、楽譜見ないとわかんないし、まあ、見てもわからんしみたいなところもあったんですけど こうなってくるとなんか一緒にやれる人がいないやばいってなってうん、うん、そうなったらもう自分のバンド作っちゃおうと思ったんですうん、うん、じゃあ自分の曲作っちゃおうと思ってパッと作ったらなんか表紙が4じゃないぞこれみたいになって、うん、数えたら13だったんですよ16分の13拍子だったんですよえできて数えたら13だったって感じ <laughs> そう,ですうわ <laughs> 僕ねなんかよくわかんないんですけど僕曲書いたら16分の13拍子が多くて。<laughs> へー 気持ちいいリズムなのかしら。そうなんですよ、多分。ね。だ十六分の十三が四分の四なんです。よ僕にとってうわあ。うわあ。天才だ。ちょっとお持ちいただいた音源にあるそれ。ある。ちょっと一旦お届けしたいよね。うん。十六分の十三をね。表紙途中で変わっちゃうんですけど。ソロとかはもう全部十三で取ってるので。へえ。しかも僕弾きながら割り方変えるんですよ。うん。 これ基本的にこの曲ってリフのたたタッとかタタたとかタッとかタッとかたたっていうのがあってこれ割り方大体ねえっと四三二二二ぐらいで割ってるんですけどたきたきたきとたたたたきききタキ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 たきたきたきで割ってるんですよ大体多分これで乗れると思うんですよたたたたたきききき多分ドラムがこれでやってくれてるんですけどで れを割り方どんどん変えたりしてそれを4432とかで割ったりしてタキ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 タタキタタキ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 と書いてやっていくと結構13って割り方がいっぱいできるので楽しいんですよ。はそういうのって考えてやるの ソロの時は結構僕の曲とかって、うん、リズムセクション難しいじゃないですか、うん、ベースドラムとかこいつらロストさせたろとかいうのをお互いにやるんですう,ん、うん、うわー <laughs> ロストさせたろ <laughs> <laughs> でこれねドラムソロンであのすごいのがあって、うん、これあのドラムソロンの途中のところであの13拍子でメトリックモジュレーションやってくるんですよメトリックモジュレーション。あの表紙が なんんて言えばいいんでしょう、ね、なんか、まあ、ポリリズム的な感じではあるんですけどなんかね13拍子なんだけどなんか4拍子のな,なんかやっていの、はい、それを僕レコーディングで突然されたので、うん、ベースと一緒に「<laughs> やばい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 」<laughs> みたいドラムをくな「ドラムを聴くなドラムを聴くな」みたいな感じへえ <laughs> もう僕ら203でいきなりやられてもちょっと困りますね絶対無理です絶対無理です理です, <laughs> すげ<ー> <laughs> いやーすごいわであとはこの曲とかは完全にそうなんですけどあとは表紙を13拍子の上に表紙書いちゃうみたいなもう最小公倍数で考えちゃえばどっかで頭使うんですなのでここは4拍子で次は5子で弾いてうんうってたらまあ頭合えばどうにかなるかなみたいな <laughs> はあはあこれはすごいやすごいわ人間離れだ <laughs> <laughs> すごいわ。こういう天才たちがこう、競い合う場所ですよ、うん。そういうことですよね。ありがとうございます。うん、そうか。ええー、え、曲名が。えっと、カプリシャスイリュージョンって言って。日本語で訳すと、なんか気まぐれな。イリュージョンとか、なんかそんな感じなんですけど。うん。いや、すごいよ。 超絶技巧でしたね、えー、だからこの曲がやっぱバークリーって初めて作った曲でうん、うん、さっき多分話したようにファーストセメスターですごい悩んで、うん、やでも俺はこれぐらいできるんだぞっていうのを見せつけるために本当に作ったな曲なのでなるほど完全になんか恨みつらみを。 <laughs> 入れ込んだ曲なんです、ね、なるほど俺のやれること全部入れたらみたいな感じ俺スタンダード弾けないけど弾けるからみたいな <laughs> いや本当に簡単に言えばそんな感じの曲なんですよえな,<ー>なので弾けるもんなら弾いてみろみたいな感じのんか ちょっと,とクラシックのスクリアビみたいなところがあって、俺指ちっちゃいけど弾けねえだろうまいみたいな <laughs> そんなところがあるんです。いやーこれ合わせるのすげえエキサイティングになりますよ。すごいな。これ実際にそうやってやってみて、あの周りの反響はいかがでしたか。いやもうえ何これみたいな感じになりました。<laughs> えー、かなり驚かれました、ね。黙らせられました。<laughs> ですかね。<laughs> <お>ねだいぶね、<ー>僕のあのなんか僕その自分を 確立ししたた瞬間ではありま自分の音楽っていうの、うんうん、でも僕逆にそれ良かったなと思ってて、うん、やっぱあのジャズのスタンダードとかってなってくると、まあ、なんかあのやっぱり枠がこうやっぱりあるわけじゃないですか今の時代とかってやっぱ僕はどっちかというとあの目立ちたかったので、うん、やっぱいろんな人に聞いてほしいというのがあったのでなんか他の人と違うことやりたいなって思ったら、うん、たまたま。 僕のまあ、なんか感覚の中に変拍子ってものがあったので、うん、たまたま作ってみたらこういうのができたので、うん、これは変拍子で俺いけるんじゃないかと思って思ってなくても変拍子が出てきちゃうので、うん、そ,それがねすごくないで <laughs> ね,ね結果出てるんですよ変拍子が、うんね、だから本当にだから体の中の気持ちいい呼吸が変拍子なんでしょうね。 すごいなでお話聞いてたらその要は16分の13だったらその中でこう5とか4とか区切ることによってまたちょっとこう解釈がちょっとだけ変わったりとかっていうのがすごいおもろくね。だかららひたすす遊べるわけですよね <laughs>、うん、特にあの向こうに行ってリズムでインド音楽ってすごいなんか,なんか今結構熱いんですよ。うんうん、あとイスラム系の方々とか例えば今最近出たあれあのアルミニアの出身ですけどあのテグランハマシャンとか。 ああいうのってやっぱなんかリズムがやばい、すごい気持ち悪いじゃないですか。うんうん、でもああいうのでなんか数え方としてなんかインド系のやつでタカタキ,タキタキタクタクタカディミタディキナトとか言ってやるんですけど、うん、なんかそれ聞いててなんか面白いなと思ってで基本なんか日本とかまあ僕も習った時には五の時は二と三で分けるみたいなあるんですけど僕ねなんかずっとなんか二と三で分けるのがあんまりできなくて、うん、もう五一気に数えるんですよいつも。<laughs> <laughs> タキとタキとか言ってから数えてたんですけど、なんかそれもなんか一つのなんか、うん、個性というかそれが出来上がったので、五、うん、は割らなくていい一気に数えるみたいな <laughs> やるんですよ僕はね。うん、それはもうやっぱ四を四でしか数えられない人たちしかいない場所にいきなり五をひとま <laughs> 一,一,一息で数えられる人来たら、うん、まあそらすごい個性ですよね。まあね。 いや私なんかす,すごいいいなと思うのがやっぱそれをファーストセメスターのあの、うん、くらった後、すぐにそれを見つけられたっていうやっぱある種の幸運というか、うん、ね強運というか。運が本当によかったですでしかも、うん、彼はあの一緒に演奏してる、えっと、レギュラーのベーシストのケビン・バーバーっていうのがいて<え>ちょっと今ドラムはねちょっと諸事情でちょっとね、うん 体をちちょっっと壊しちゃってもうできなくなっちゃったんですけど、うん、マレックス・シルバー・ゴールドって本当に素晴らしいドラマとベースがいてこの二人が本当に僕みたいなああいうプログレ系が得意みたいなお手の物よみたいな二人をなんか もううまく見つけれてそれこそ嫌いなジャムの中でアレックスは見つけたのでたまたま話があってそれでケビンを見つけてケビンはもうずっと僕の曲で弾いてますから彼もなりすぎて最近僕の曲初見で弾いてますからね弾けてるのがまた腹立つんですよでまたもっと難しい曲書いたらそうそうそう基本的にケビンが弾けなくなる曲を今書いてるんですよ どんな戦いだで面白いねでもねアドリブも入れるんだなって思ったあんなにあんなに複雑な僕からしたら複雑怪奇なテーマやるだけでも大ごなのにすごいないやすごいよでかっこいいわあ僕ねかっこいいって言ってもらえる嬉しいんですよ実はあの変拍子とかでもそのリズムだけっていうのはやっぱ僕曲 としては、なんか僕はそのみんなに聞いてもらいたいので、なんか覚えてほしいんですよ。うん、で、僕よく言われるのが、僕の曲って、なんか直接のうに攻撃してくるから、なんか意外と歌えるみたいなこと言われるんですよ。<laughs> なるほどな。<ー>で、結構僕はあの意識してて、そういうところ、なんか、うん。 気持ち悪いことやるんだけどでも歌えるでしょ、うん、気持ちいいでしょみたいなところを意識してやっぱり作っててやっぱ僕ポップスとかも大好きなのでアニメの音楽だとかも大好きなのでそういう影響もやっぱり大きいんですよ、うん、ジブリの音楽だったりとかうん、うん、映画の音楽だったりだとかやっぱなんかそのある種の気持ちいいメロディアスな部分だったりとかそういうの意識してらっしゃるそうですねかなり意識してやりますね、うん、だからなんかみんなかららななんんみ なんか歌えるのが悔しいんだよな。言われるとすごい僕はもう嬉しいんです。快感です。なるほどな。これは行くぞこの子行くぞ。いや確かにだってやってること本当にド変態なんですよ。簡単に言うともうド変態ですよでもおっしゃる通りかっこいいくカプスって入ってくるし、キャッチーなところありますよね。聞き出がキャッチーというかね。すごいな。 見つけたね暗く見つけたね自分の道ね。私は本当なんかね僕も打ちひしがれた時期がある人間としてはですよやっぱそのスタイルをそんなに早くやっぱまあでもやっぱ自分のチャレンジを含めながら見つけられるのがそんなに早くスマートにいったっていうのはもちろんそのね打ちひしがれた時期は本当にきつかったんだろうと思うんですけどやっぱすごいすごい力だなと思いますね本当にね。僕はどっちかというと打ちひしがれて。 なんか落ち込むのは、まあ、もちろんその日とか落ち込むんですけど、うん、なんかねすぐにねなんか仕返ししたろうとか思っちゃう派なんですよあ<ー>だからなんか,なんかびっくりすることをやってやろうみたいなところがあってそれもあってタフですよ今はその在学中で在学中でも今も活動はねこれからも続けていくんでしょうけどえこのままいくと卒業が えっと5月で5月で今年の、うんはい、あじゃあもうすぐだ、うん、卒業後っってて皆さんん何やってるんですかね卒業後はですねやっぱりいろいろあると思うんですけど、うん、えっと、基本今僕って F1 ビザって言ってあの学生ビザでいるんですけど、うんうん、留学生の場合 OPT ビザっていうのがあって。うん まあ、いわゆるインターンみたいな形で1年間アメリカに残って活動ができてでその間にいろいろ資料を作ってオーワンビザ、えっと、アーティストビザに申請をして、うん、で受かったらあアーティストとして晴れてアメリカで生活していいよっていうふうになるんですん今かなり難しいらしいんですけど。その取得するのでそれであの僕とかだって たら本当はね僕演奏で行くつもりはなかったので本当に作曲だけで行くつもりだったんですけど、うん、今なんか演奏もしてるのでかそっちが見になってきちゃってるので <laughs> あの例えばですけどなんかギグまあライブをそのやって、うん、どん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 やったりだとかあとメディアに出たりだとかしかも難しいのがそのラジオとかに出ろとかな、うんとか言われるんですけど。あ言われるんだ で、ラジオって、いや、難しくないそれ、みたいな感じになってくるわけなんです。まあ、でも、そうか、アメリカってラジオ文化なんですよね。いろんな、その音楽。専門のチャンネルがたくさんあるんですよね。フェス出ろとか、簡単に言ってますけど、あなたみたいな。一年間しか猶予ないのに、そのできるはずないじゃないみたいなところがあるんですけど、やっぱり。アメリカって、面白いところは、普通なんか、僕のイメージだったんですけど、フェスとかって、基本的になんか。 その開催元が有名ななんかアーティストさんに出演お願いしますって言って出るっていうのがまあ普通だと思ってたんですけどなんかみんなの話を聞いてると自分からなんかフェスの方に出してって言ってやって出るっていうのが多くてだからアメリカやっぱりチャレンジしたらいけるよってやっぱ文化がやっぱあってそういうのでんまあなんかアプライしてみるとかそういうのはやっぱ必要になってくるんじゃないですかね。CD 出してみるだとか ね、難しいんですけど <laughs> すごいな音楽家としてのこう生きていくっていう選択がなんかそれこそ数年前から考えてもちょっともっと難しくな,る、うん、なってるだろうしこれからもっと難しくなっていきそうですよねなんかねこの世界のいろんな環境を考えるとね。でもい,いるはいるわけだもんね。うんただ どう考えるかって今そのまあさっきも言った SNS とかうん、うん、あと技術とかがすごいなんかあれなので例えばそのレーベルルととかに入っててなくてもアルバムは作作ろうとも作れるんですよね別にスタジオ借りることもしなくてもうん、うん、今もう時代はなんかもう家の方に角録で撮ってもらって、うん、音源をもらってそれミックスしてっていうのも一つの手でだからなんかそういうのはね できるようにはなっててはきてるんですけど、ね、うまあどう音楽を作るかとかとだってもうこれはもう10年以上前からですけど全く一度も会わないまま、うんね、音源を交わして一枚作ったりとかっていうのは普通にあるわけですよね。なんかねそうなってくると、うん、でもそうなってくると逆に。 みたいにそのねコンポーズとして、うん、コンポーザーとしての場はもっと増えていくのかなってちょっと思ったりもしますけどうんまあ実は今ちょっとプロジェクトでゆっくり進めてるんですけどあ、うん、あのまあ、有名なアーティストに声をかけてコラボレーション一緒にしようっていう、うん、その EP かアルバムかを作ろうと思ってて。うんその で有名なアーティストにメールとかどんどん送ってるんですけど、うん、まあその中であの上原ひろみさんの、まあ、元のあのレギュラーのベーシストのトニー・グレイさんになんか。 メッセージ送ったら一時間後とかに帰ってきて、うん <laughs>。いや、仕事できる。<laughs> さすがにねできる男は返信がない。あ,あ、そうなんですね。僕は暇なのかなって捉えている。コラコラだね。<laughs> <laughs> <laughs> あ、暇なんだとか。本当に本当に。<笑><笑>でもね、なんかすごい仲良くて昨日もねメッセージやり取りしたんですよ。でそれでなんかあの。 音源送っててくれてビデオも送ってくれて、うん、これあのプロモーションのデモで使えるでしょっつってビデオも撮ってくれて、うん、送ってくれてでまだねドラムが多分そろそろ上げてくれると思うんであとはねギタリストがなかなかねルーズな人が多くて <laughs> へ早く撮ってよみたいな感じなんですけど、まあ、全然いいんですけど。うん <laughs> なのでなんかちょっと有名なミュージシャンでサラ・ロングフィールドさんだったりだとかうん、うん、まジェイコー・サブローさん、えっと、プリニのセカンドギターの方だったりだとか、うん、まあコベットっていうグループのイベット・ヤングさんまだちょっと分からないですけど彼女とかうん、うん、あとあのベイル・オブ・マイっていうあのすごい有名な。 プログレッシブメタルのグループがあってそこのリードギターのマーク・大久保さんだったりとかにちょっと今連絡を取ったりしてお願いできませんかねみたいな話をずっとただ皆さん忙しいのでいつ出来上がるかがまだちょっと読めないんですけどとかまあそれはなんかどっちかというとプログレッシブミュージックでもうなんかもうやばい曲ギターも入れたみたいな。 まあどっちにしてもやばい曲ですけどトリオの方もちょっとやりたいなって,言ってで実はトニー・グレイトもこれほんと2日前とかに話したばっかりなんですけど、うん、なんか2人でなんかねやりたいよねみたいな話をしててトリオでやるみたいな話をまだ実現ができるか分かんないですけどうん、うん、やってねなんか日本にそれで来れたら幸せだよねみたいな話今2人でしてるんですけどまあ、分からないですけどただなんか、うん、ただなんか。 SNS がやっぱり発達したおかげで、うん、そういうなんか有名なミュージシャンとも簡単につながれるようになったみたいなのもあってまあねいっぱいミュージシャンがいて大変な時代ですけどうん、うん、でもその分なんかやれることは増えたっていう感じもします、ねうんうんうん、チャンスはすぐすぐその辺にたくさんある。うん けどまあやっぱり自分でそれを取りに行く取りに行かないとっていうことですよね。なんかそれはなんかさっきのアメリカのねそのやっぱりそのあのフェスの出演だって自分で勝ち取るんだっていうやっぱそういうスタンスですよね。見習わねばならぬな。そうですね。マだもん。浦さんのはいやっぱ今後のそうです目標うん動きまあちょっと伺えたとは思うんですけど改めて。 どういうういい動ききになっていきそそですかのまだちょっとふわっとした感じではあるんですけど、うん、やっぱり、まあ、今そのいろんなそのヨーロッパの方とかでも演奏させてもらってるので、うん、ちょっとヨーロッパの方でもちょっとずつつながりを広げたいっていうのもあって、うん、やっぱり一番僕がやりたいのって人のバンドの中で演奏するっていうことよりも、うん、自分のプロジェクトを、えっと、皆さんの前に、うん あの披露するっていうのがやっぱり僕の,あの、まあ、一番の目標ではあるので、うん、まあ自分の曲を作ってそれを世に出して、うん、でまあなんかツアーかなんかで回れるようなうん、ね、かなり険しい道のりですが <laughs> <laughs> そういうのができたら、うん、理想だよなっていう感じはしますね。うんお金 大変ですね <laughs> やっぱりっぱリーダーになるとお金が一番かかるのでそうですよね。<ー>ミュージシャンたちにそれぞれ自分のお財布からね出さなきゃいけないし。だから今ねちょっと言っていいですか、うん、のツアーで今回日本であの東京1月5日に東京で,で11日に大阪のメダオールウェイズさんで,で12日にえっと福岡のスペーステラさんの方で演奏させていただくんですが。 全部僕はあのね今回初めて全部セッティングしたのですごく大変でしたそうですよねお金もかかるし出演者にギャラも払わないといけないし集客がないともう苦しいので払えないからね自分で興行の裏方もやりながら表方もやってねこれは大変ですよミュージシャンやっていくってのは本当に。 うちの今ディレクターが激しくうなずいてますけどねでもまあそういう時代なのかだしまでもとはいえそれをやっぱチャレンジしていかないことにはいつまでたってもね向こうからお金が降ってくるわけじゃないから自分で掴み取りに行くっていうかもうその姿勢に尽きるんだろうなすごいね応援したいだし見習わなければならないいや本当そしてそしてですよ ライブ今日なんですよ。はい、そうですよ。<laughs> そうですよ。スペーステラで、うん、何時から?。えっと、六時半開場で、七時からです、ね。七時から。うん、えっと、あの、今回ツーバンドで、はい、えっと、内田総一さんという。ベースの、えー、バークリーの大先輩の方がいらっしゃって、その方の。カルテットが、うんえー、ファーストセットの方で七時から、まあ、大体八時十五分ぐらいですかね。うん、やって、八時半ぐらいから、秀えー、ヒデザトリオプロジェクト、フィート。宮地涼、ベース、ええー、北井国とドラムという形で、やって。

ぜ、ね、ぜひぜひ見に来てくださいこれ間違いなくだって生で見たら今の音源の何十倍も食らいますよすよね。に、ね。本当に今回の日本人団の,のメンバー二人も素晴らしい方なので、うんうん、宮地さんはあのニューヨークから去年一昨年ぐらいに帰ってきててあの彼自体札幌ジャズかなんかで、ね、優秀賞最優秀賞を取って、うん、この間ですねミラノのジャズフェスタに出て、うん、であの出演者が。 地区コリアだったりたミッシェル・カミーロだったり、うん、僕の大好きなキング・クリムゾンだったり、うん、<laughs> がいてえちょっと待ってサインもらってきてとか言いながらやってたんですよ <laughs> で北井邦人さんは、はい、えっと僕の一個下なんですけどあ宮地さん僕と同い年で北井邦人君はあの国立本題のいらっしゃったうん、うん んなんとあの神保明さんの<わ>、マナ出た、まな弟子なんです、えー、そして、小曾根誠さんのトリオで叩いたり。えー、最近なんか佐藤筑前さんのツアーに、で、叩いたりだとか、<ー>あと、カルメラっていうなんか、グループの今、ドラムをあはい、はい。あ、なるほど。そうなんだあ、じゃ、あポップスもやれて。

本当に確かめていただきたいですね。はい。でなんかどうやら僕最初知り合ったところは浦君はなんか実家鹿児島だったんだけど、今実家福岡になってるんだって。あ、そうなんですか。あらあら。なので、あら。またほら来日の時は。本当ですね。ね、うん。純レギュラーとして。あのジャズの話するときにね、あの解説員欲しい。あ、欲しいんですよ。うん。え、大丈夫ですか？僕チャイパック知らなかった。ジャズじゃねえな。大丈夫。ジャズじゃねえな。あれ今ね、やっぱ今まさに今、そうね。一戦。 音楽として。なしまあれだな。ポリリズムだな。複雑なプログレの曲とかが、あの、なんか、たんなるときには。プログレやりたいんすよ。いや、プログレはずっとやりたいんですよ。技術の番組やってると、必ずね、やっぱね、そこタッチするんですよ。あの、プログレ的な表現だったりとか、その今、過剰さみたいなもの。あの、美術でマニエリズムっていうのがありましてですね。この辺とプログレはものすごい仲良しなので、ちょっとね、その辺の話とかもね。やりたいんですよ。あの、純粋な表現突き詰めていくと。 だんだんそっちに行く過剰な方に行くみたいな体がねじれてない方にねじれていくみたいな美しいからっていうことになっちゃったりするんですよねその辺とかもねぜひ話したいので本当ですよ今回も初登場だったのでちょっと浦さんについていろいろ考けど次次4んどいて全く違う話振るかもしれないけどどう思うこれについてっていう多分振り方になっちゃうと思うけどスカイプ出演とかでも楽しいなまた次 来てください。ぜひぜひお願いします。はい、というわけで、今回のゲストは、だから結局だから、紹介も悩んじゃったのよね。そう。だから、まあ、コンポーザーではあるんだけど、ピアニストでは。でも、ジャズピアニストだけではなく。プログレッシブ、メタル、ジェント、みたいな。まあ、浦秀明さん、お迎えしました。はい。ありがとうございました。明治産業プレゼンツ、アワーカルチャー、アワービュー。 エンディングの時間となりました。さあみよさん、はい。今週はねうさんをお迎えしてお話を伺いましたけど、いやなんか結果いすげい勇気をもらうようないい話でしたね。やる気になるというかね。本当ね。一月に聞くにふさわしいなんかね。本確かにね。今なんかすごいほがらかに話してくれたけど今日はきっとね本当にもうものを投げつけたくなるような瞬間がたくさんあったりとかあったと思いますよ。だってやっぱ自分音楽や 出てで,すよ、うん、でまあそれなりにやっぱキャリア積んできて、うん、で行った学校で、うん、1>, まあ1学期で、うん、まああれ全然通用しないっていうか俺ここ居場所じゃないかもってなるってこれ相当ですよ、うん、だからやっぱ彼はやっぱそこをね今笑い話として話せるぐらいやっぱめっちゃ努力したんだろうし、うんうん、めっちゃ腹決めたんだろうし、ね、そこがねやっぱ僕すごい。 エモい瞬間だったし、<laughs> よかったなやもう本当今日その話も聞けて、よかったなと思いました。ね、で、作り上げる音楽が。 ですよあんなド変態な体内に13拍子を持つ男そうですよあらすげえ僕一番びっくりしたのが普通に作ったら13拍子になったっていうねあれいいですよね,いいよね俺も言ってみたいよね言ってみたい <laughs> <え>言ってみたいね,いねぜひ皆さんあの今日お時間ある方は <laughs>、はい、スペースからね確かめに行っていただきたいと思います、はい、さあこの番組「アワーカルチャーアワービューはラジコのタイムフリー機能を使ってもう一度聞くことができます詳しくはラジコで検索してくださいまた番組の特集は youtube で聞くことができます。ourculture.ourview.lovefm で検索してください。そしてアートや映画などカルチャーに関するレビュー随時募集しています。メールアドレスは 761-lovefm.co.jp もしくは lovefm の公式インスタグラムアカウントにダイレクトメールでお送りください。お送りいただく際はタイトルか冒頭部分に ourculture.ourview 宛てもしくは頭文字を取って oc ov と付けてください。 さん今週もありがとうございましたありがとうございますアワーカルチャーアワービュー最後は大分を拠点に活動するバンドカーブミラーズの新作ワーピングから潜水をお送りしながらのお別れですここまでのお相手は佐藤智康でしたまた来週ククイイズ明治アタックあなたのチョイスが未来を変える問題です 2016年4月の自由化以降生活に合わせて選択できるようになったのは電気正解では明治産業で電気と組み合わせて料金をお得にするプランを作れるのはガガス正解では明治産業電気の契約に切り替える時に必要なものは最新の電気の検診票が手元にあればスムーズ良いでしょうでは賃貸住宅マンションアパートでは 一部を除き切り替え可能お見事全問正解ですおお、お母さんうちのガス、明治産業だっけ暮らしにプラスの価値を明治産業